そういうのと一緒よ。プレイスキルっつもんがあるからさ。難しいじゃん。上手い人の参考にはなるかもしれないけども、自分では無理っていうね。だから要するに自分みたいな中級者が倒せるよってなると、ああ、じゃあ倒せるんだねって分かりやすいじゃないですか。別に私上手くないし、キャラクターがいるだけだから、キャラクターさえりゃいけるねみたいな、そこの違いだよね。いやー、厳しそう。反撃ダメージつねー。どれでもいい。いけそうで、いけそうで、いけそうで、誰のダメージを使った方がいいの？こっちの方がいいかな。いけそうで、感じやな。プラズマミント、消費電商来た。おめでとう。いけそうでいけないかもしれん。普通にやっぱむずいよね。普通にむずい。やっぱ反撃がさ、でかいからさ、フィーバー速攻入れれないと、ここら辺は厳しそうだしね。いけるか、これ。あかん。なあ、もう回復しまくりだけど、そこは関係ないのかな。いやー、無理だな。ちょっと足んねえな。ちょっといまいちだったな。これ見るとデカプミで降ってくるスキルがどれだけ優秀かわかる。いまいちだったな。パーティーもうちょっと見直した方が良さげな感じすんな。そんなに悪くない気もするんだけど、悪くない気もするんだけど、なんかいまいちな感じ。復活スキルがもうちょっと使えるやついないの。技が弱い。不思議の復活スキル。誰かおらんか、いいやつ。あ、失敗した。失敗した、ちげえよ。タイミング悪い。いけた、いけた、いけた。タイミング悪い。スーパーフィーバーだからタイミングが間違えちゃった。フィーバー終わったと思った、今。
ちょっと違うデカプニを大きくした方が良かったか。オッケー、不思議族クリア。不思議族クリア。不思議はいけた。プリチープリチー。種族特攻、特攻じゃなくて種族効果をアップさせるキャラが2体入れた方がいいのか、どうなんやって感じや。さあ行きましょう、プリチー挑戦。いやーむずいな、プリチーむずいね。パーティーがあかんかな。さあどうよ、溜まってない。こまみー、こまみー。いやーもう どれをタップしようか悩んでたらもうアウトやったわ。わっしょい。もうあかん、もうあかん、もうあかん。いけたんじゃね。あ、いけたし。よくわかんねえ。あかんあかん言ってていけたけど。え、あかんあかん言ってたよ、俺今。え、反撃するあったんかな。え、わかんねえ。もうわかんなかった、今。いけたよ。反撃するあったかな。あれ？コマさんずら、主さんナイスハグ。とりあえずいけたね。いや反撃するなかったと思ったけどな、なんかうまくいけたわ。うん、いけた。じゃあ次はニョロロン。さあ、なん難しそうなニョロロン、最後いきますか。ニョロロンってどうなの、一体どれで行きゃいいの。え、復活って誰だっけ。ウィスパーしかいないのか。いや種族効果アップないとちょっと HP 低すぎて無理じゃねえか。いやー厳しい。いやこいつにはつけてないんですよ私。あと1枚残ってるんですけどつけてない。ニョロロン弱いね、こうやって見ると。デカプニを4つ作り周囲を消す、これ結構いい感じ。スーパーフィーバーでしょ、デカプニでしょ。でこれはたくさん消すでしょ。で技を貯める、デカプニー、どっちがいいんだろうな。まあどっちも一緒か、技を使える分。いやニョロロン難しくない、ちょっと。ニョロロンどんなパーティーいける。え、全然わからねえ。ニョロロン難しそう。いやー、むずい。
全てはあの野坂を貯めないといけないっていう野坂プレイですよ。これで、あとはオロチが多いのでオロチを見極めるその判断力が必要になります。どうや、ナイスー、オッケー、いけた。今回のイベント福引きめぐちゃん、ナイスー、コマさんずら、無特攻でオリファル風流、無特攻で全種族いけます。皆さんいけました。私のレベルでもいけました。希望がある。まあパーティーっていうかね、キャラクターがいないと厳しいんですけどね。まあいつの世もキャラクターがいないと厳しいけれど、私の能力でいけるから、みんなもいける、もっとみんなの方がいける。頑張ってください。